参加団体協議会創立30周年記念事業としてねぷたを運行していただくということで、今日は皆様の1年一度のねぷた祭り、夏のねぷた祭りの思いをこの秋にも発揮していただいて大いに盛り上げていただきたいと思います。弘前ねぷた出陣、いやまあ、30周年の記念ということはありますけど、まあ、あの観光客の方に弘前ねぷたを PR しようということと、まずあのこの秋のこの季節にねぷたってすごくこう情緒あるっていうか楽しいじゃないですか。もうみんなで楽しもうっていう感じですね。大手門から今本丸まで来たところなんですが、あの皆さんの反応とかいかがでしたか。まず結構は人いたんで、あの見てる方楽しんだと思いますし、私たちも人がいる方が楽しいんで、すごく良かったですね。